中野武中、中野武中、中野武中、中野武衛、海江元年1月3日、1848年2月7日、大正7年、1918年10月8日は、明治、大正時代の官僚出身政治家、実業家。陽名は、ゴン助、または、作造。号は、次号。佐野貴国、高松藩出身。官僚時代を経て、 大熊重信の部の立憲会新党結成に参加。旧愛媛県の県議会議員に当選、ついで県議会議長となり、香川県の独立、作用家、運動に奔走。後に大議士、衆議院議員となり、さらに東京市会議員、同議長も務めた。武士としての気骨と詳細を合わせ持って、実業家としても成功し、資根詳細と称された。 関西鉄道社長、東京馬車鉄道株式会社取締役、東京株式取引処理事長、日清生命保険会社社長等を歴任。初代の東京商業会議所会頭、渋沢栄一の名優で、公認で第2代東京商業会議所会頭となり、実業会、商工業者の発言力向上や、産業振興、軍事費抑制。 営業税廃税運動などを推進した。また、財界の世話役として、渋沢と共に、紛争の調停や新会社の立ち上げ、公益団体の設立などを数多く手掛けた。野球選手、審判の中野武次は息子。孫に、佐久郎、次郎、春三郎。我護の随郷は、里に入れては里に従うのい。1848年。 高下5年、高松藩勘上奉行、中野次郎兵武則の長子として、高松に生まれる。中野家は、祖父の代までは、代々骨董や老いとなみ、父、中野武則の代で、高松藩士となり幕末時には勘上奉行となってた。文武両道に秀でて、高松藩藩高校道館に学び、18歳で18、私略の試験に通って、藩士となる。家は貧しかったとも、 資産があり、維新後もも裕福だったとも言われる。藩では1871年、明治4年から平治を担当。同年、廃藩置県により、高松藩が高松県になると高松県市政となる。高松県と丸亀県が合併して、香川県になると香川県市政となって、租税を担当。明唐県、愛媛県勤務を経て、1874年、 明治七年からは中央に出資、内務省地序改正局に席を置き、全国各地に出向して、地序改正作業に携わる。1881年、明治十四年には、農省無省兼少所機関となるが、同年10月明治十四年の政変が起こり、薩長派への反発から官職を辞す。辞職後は、立憲改新党結成に参加する一方、河野戸間と共に、 東京で弁護士事務所、おさむ新社を設立。1887年、明治20年、愛媛県議となり、翌1888年、明治21年には、県議会議長に選ばれる。県議長時代は、愛媛県から、佐抜地方を、香川県として文献、採用けさせることに奔走。1888年、明治21年当時の愛媛県知事は、 知らね先逸である。香川県の文献運動はそれまでにもたびたび盛り上がったが、今回は中野のいとこの小田千金、小田智隆、菊池武史博らのグループが中心になっていた。中野は県会議長に選出されながら議会を欠席して東京で密かに文献運動に奔走し、これを成功させた。内務大臣、山形有友が香川県設置の県とする県議賞。 黒田清隆総理に提出し、元老院の審議を経て、12月3日に、香川県の設置を再開する、直令第79号が交付された中野は、大隈重信や松方正義など中央人脈を、活用したのではないかと伝えられている。海南新聞明治21年11月13日、この項により、香川県では、文献の父と呼ばれている。里の香川には、 当時、新聞が発行されていなかった。1889年、明治22年、中野は、いとこの小田千金、小田友も高と一緒に、香川新報、後に四国新聞を創刊する。小田が、社長に就任。当時、地方での新聞発行はなかなか長続きしなかったが、香川新報は、その後、他市と合併して、香川日日新聞、改名して、 四国新聞と様変わりしつつ、現在も発行され続けいる。1890年、明治23年、帝国議会開設に伴い、第一回衆議院議員総選挙では、香川県第一区の高松市から出馬して、衆議院議員に選出され、1903年、明治36年まで6期を務める。理財に通じた武官は、衆議院の予算通として知られた。 1909年、明治42年、実業界の声を正解に反映させるべく、東京実業組合連合会の支援等を得て、東京市から立候補し、衆議院議員に選出され母親クラブを組織し、第二市会長になる。政治家としての活動の傍ら、1887年、明治20年、東京株式取引所の肝入りとなる。1888年、 明治21年には、東京株式取引所副当取、同年5月から12月まで、関西鉄道株式会社社長、1888年から1891年まで、にも就任し、本格的な実業家としても活動を展開し始める。1891年、明治24年、東京株式取引所副頭取、千八1892年まで、千九百年に、 東京株式取引所理事長となり12年間経営に責任を持つ。この間、現月復旧問題への対応を図る。1891年、経営難となっていた東京馬車鉄道取締役に選出されて、経営の立て直しを果たしその手腕を広く認められ、実業家としての名声を確立した。小田原馬車鉄道社長、現在の箱根登山鉄道となって、 その電化を実現し、それを先例に東京市の馬車鉄道電化を促した。日清生命社長、東洋製鉄株式会社設立、初代社長、田園都市株式会社、初代社長など様々な会社の設立や経営に携わった。渋沢栄一の後を受けて1905年、明治38年から1917年、大正6年まで、 第二代東京商業会議所会頭を務める。明治後期から大正中期にかけて、香川県出身者中で、最も中央の政財界で、存在感を期した人物であった。日露戦争のポーツマス条約で賠償金が取れず、世上が騒然となった時には、中野は、講和条約締結を指示し、賠償金を取れなかったとはいえ、戦争継続した場合、費やされたであろう。 人の力と金の力を産業に向けて国府を増進を目指すべきとといたが、軍拡反対運動及び増税反対運動に関しては政府と真っ向から対立することになる。日露戦争が終わると中野率いる商業会議所及びその全国組織である商業会議所連合会は戦時に導入された非常特別税である織物消費税、通行税、使用船売、 いわゆる、三悪税の廃止と、新た増税の反対を訴えて、活発に運動したが、目的は、容易には達せられなかった。中野は、都市商工業者を、主とする実業界の意見が、政治に反映されるためには、実業界の代表が、政界に出る必要があると痛感し、1908年、明治41年、東京市から衆議院議員総選挙に出馬して、当選。 1911年まで実業家議員らで母親クラブを結成した。ただし母親クラブは紹介派にとどまり、政治的に大きな力を獲得するまでには至らなかった。声優会と山形系官僚との連携をバックにした第一次、西恩寺内閣や第二次、桂内閣は商業会議所の増税反対や産悪税廃止の権威をほとんど取り入れなかった。 1912年、大正元年、第二次、西恩寺内閣の折には、中野武中は、商業会議所会頭として、陸軍の二光師団増設要求に反対を強く、表明し、大正政変の引き金を引いた。そして、陸軍の増資要求を却下した、西恩寺内閣が、陸将、上原祐作の辞任で倒れて、第三次、桂内閣が成立すると、 陸軍と長州罰に反発する世論が高まり、立憲国民党に、声優会が合流して、県政擁語連合会が結成され、新聞雑誌が激しい反発批判を展開するなど、第一次県政擁語運動から、大正政権に至る。続いた、山本兵衛内閣の時は、営業税廃税運動も大きな盛り上がりを見せた。1914年、大正三年、東京市会議員となり、 司会議長を最後まで務める。1917年、大正6年、70歳を機に、東京商業会議所会頭を退任。1918年、大正7年、9月2日の田園都市株式、会社設立総会で社長に就任後、体調を崩し、既得状態に陥る。この時渋沢は、中野に、男尺の十尺を、各方面に運動したが果たせなかった。 中野の住宅には、原高氏や山形有友が、否定的だったのではないかと見られている。10月7日付で生七位、君三党から生五位に、上り後の1918年、大正七年十月八日、尿毒症のため七十歳にて死去。葬儀は10月12日、渋沢栄一を、葬儀委員長に、青山斎場で取り行われた。戒名は、イリアンズイゴー 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。